スターティングメンバーです。注目は10番です。ゴールキーパーのマークがついていますが、チッソヨン、フィールドプレイヤーのです。おそらく4バックになることを予想しています。ゴールキーパーは山下、4バック清水、三宅、国武、鮫島を予想しています。中盤の底には有吉と中里がセット。正確なボールがあります。一番遠いサイド、大外、清水が対応する。9番のチョン・ガウル、ちょっとプレッシャーがかかっていない。ここで少しプレスに行って足元できて、フラッグ上がりました。オフサイドです。日本のスローインです。スローインを入れる国武は予選リーグの2戦目ベトナム戦以来のスターティングメンバーです。まだ代表の経験が浅い国武のスローインから、今日ボランチ有吉、うん、裏に出てくる菅澤、バタッチ、日本先制。菅澤の飛び出しから生まれました。高さでは韓国の方に分があるというところでね、裏のスペースをうまく使いましたよね。まだ立ち上がりの4分台、いい時間帯に日本は先制点を挙げました。で直前のね、やはり雨の影響か少しこうボールが流れましたよね、でちょうど菅澤が走ってる前にボールが行きましたのでね。その後女子アジアカップでも対戦をして、この時は0対0というゲームでした。ここのところ急速にね力をつけてますのでね、はい、韓国ね、うん、ここをフリーで受けて8番の岩渕、菅澤は斜め前を走っています。長谷川も来て、菅澤がいいところに来た。菅澤1対1、岩渕いいパスでしたね。菅澤の足元じゃなくてね、ディフェンスの間を通して菅澤のスピードが落ちないような、そういうパス出しましたよね。ここ、いやーここは絶妙なパスで、ビッグチャンスでしたが、中盤の中里、サイドへ中島です。2人で囲んでいく。ここで縦に推進力を見せてくる韓国。チョ・ソヒョンが奪ったボール、イ・ミナ、イ・ミナがヒルパス、おっと下がってディフェンスをしました。長谷川コースを消します。岩渕のディフェンス、まだボールは出ていない。山下が来ます。山下が倒れていた、まだボールに戻りきれていない。ここで、あった、まだピッチ、山下戻っています。サイドバックのキム・ヘリ、よくキーパー山下触ったんですけれども、やっぱり自分が出るんだったら、外までね、タッチに出してその戻る時間っていうのは作りたかったと思う。鮫島も中盤の3人がキーになる、相手のビルドアップをはめていきたいという話をしていました。ここは寄せて、イ・ミナワンツーの形からスロー、今清水ですか、清水ですかね、とギリギリの球をよく戻ってきましたね。ここシュートに清水のゴール際での守り、いや入ってますよ。いやここはよく対応しました、清水梨紗。サイドバックの清水、ギリギリの球をよく戻ってきましたね。ここシュートに清水のゴール際での守り、いや入ってますよ。いやここはよく対応しました、清水梨紗。サイドバックの清水、2度目のアジア大会のタイトルを取りに行くんだ、そのあたりは複数の選手が今大会の前から話しています。これ奪われた、いい文明突破力を見せる、スピードが上がる、鮫島寄せる、いやーなんとか助かりましたね。今国武がね真ん中へのパス、チソヨンが下がってきて、そしてサイドに流れています、はい、チョ・ソヒョン、この8番のプレイヤーで、ここやっぱりセンターフォワードを、はい、入れてきますよね、はい、でここが通らなくなると、韓国やっぱりちょっとペース作れなくなりそうな気はするんですけどね。イミナヒルパス、ファーサイド、エリアの
ピンチだ、よく寄せていった最後は三宅か。あの日本は先制こそしましたが、その後は韓国の時間帯が長く続いています。ここで前半が終わりました。1対0日本がリードしたハーフタイムに入ります。この菅澤優衣香の先制ゴール、立ち上がり5分にありました。ハーフタイムでの数字をご覧いただいています。シュートの数は日本が2、枠内シュート1本、これがゴールということになりました。韓国が6本のシュート、枠内2本、そしてコーナーキック韓国に4つ生まれたということになりました。清水、三宅、鮫島、国武、中盤の底には有吉と中里がいて、攻撃的な位置に中島と長谷川、今長谷川が関与していきました。そして2トップは岩渕と先制ゴールの菅澤、ここで縦にスピードアップしていく李美那、フォワードに入って体を寄せる。真ん中でここも受けます長谷川、ただすぐ蓋をするような守備があります。長谷川から岩渕、スピードを上げていく、ポストプレーから菅澤、サイドに出て中島、中に入ってくる、切り返して長谷川、韓国の選手がね、菅澤と岩渕ですかね、ほとんどそこに引っ張られたんですよね。今4枚ですから、よく見てましたよね。ここ中島がよく見ていきました。ボランチを務めて、そして隅田と今コンビを組んでいます。隅田は日テレベレーザのボランチのプレイヤーです。隅田、意味だ、前が空く、寄せていく清水、よく触った、最後よく触りました。岩渕が関わってスローインを取る、マイボールのスローインを取るような場面も出てきています。宮城見に入れてうまく落として菅澤です。菅澤のシュートがありました。どちらかというと日本は守備に回る時間が増えています。そうですよね、ここを取りましたね。ここね、ちょっと疲れてたんで、あの前半かなりね、今のところで、あの相手に余裕を与えてたんですよね。ここは相手につながってムンミラー絡んでシュート、ムンミラーのシュートは正面でした。日本は右のウィングの位置に行きました。ソンファヨンが追っていきます。この人は長身でもある。奪って進入してくる、シュートブロックした、鮫島のブロック。ここはまたいいところにイーミラが来る、昨日もいの寄せる、イーミラドリブル使う、クロスボール、山下の安定したプレーがありました。いや、ポジショニング良かったですね。近くなったんで、あのニアサイドに取ってましたから。そして下がってポストプレー得意の菅澤優衣香、このチャンスを生かせるか日本、中島、いや清水来ましたよ。清水がここで前まで来ます。相手に当たってコーナーキックです。少し菅澤にちょっとね、収められたっていうところもあるのかもしれないですね。センターフォワードのイ・ムンミンサイドに出す、突破力のあるムンミラ、清水つく、ムンミラフリーだ、意味だ、同点に追いつかれた、遅れましたね、少し逆サイド、韓国の左サイドのクロスから最後は意味だ、韓国追いつきました。ここは寄せていたようにも見えたんですが、完全にフリーになりました。鮫島の後ろ16番のね、あのソンファヨンが取ってたんで、坂口はそこまで絞り込んだんですよね、で坂口が絞り込んだ、ここは寄せていたようにも見えたんですが、
完全にフリーになりました。サメシマの後ろ16番のね、ソン・ファヨンが取ってたんで坂口はそこまで絞り込んだんですよね、で坂口が絞り込んだら、ね、ほとんど戻れなくなってますので、こういったところでちょっとこう違いを出せるといいんですけれども、日本の後ろもね意外とねこうなかなか上げ切れてないようなところありますのでね。ムミラのミドルシュート、ここは遠目から行きました。あと90分の中でも1人選手を交代することができます。決勝トーナメントに入っていますので90分でこのままのスコアですと、いや韓国がまたボールを奪った、裏に出ていく、ちょっと遅れた、いや三宅前の試合もねちょっとこう不用意なパスは良さを出していかなければいけないんですけれども、来年の6月からフランスで行われます女子のワールドカップ、ここにはアジアカップを経て日本も韓国も出場することになっています。ここでまたいい形でボールを前へ運んで寄せる、またフリーで受けるシュート、いや三宅超えて2回目ですね、パス中央で取られるのがね、菅沢から一旦下げます、ドリブルを使って坂口萌えの、隅田は一旦下がってゲームメイクもできる長谷川、長いボールを使って起点にする、落として岩渕、2人でブロックしていきました、坂口、長谷川、清水ファーサイド落とす、もう日本勝ち、いや今逆サイドよく清水が見てましたよね、で菅沢だったと思うんですけども、その真ん中に走った、まあ、岩渕でしょうかね、もみぎでしょうかね、この辺りにうまくこう折り返そうとして、まあ、そのボールがねディフェンスをオンゴールに誘いましたけどもね、オンゴールで日本勝ち越し成功しました。清水がよく逆サイド見てましたよね、一番ファーサイド、はい、もみきに対して、まあ、多分イムソンジュ触らなければもみきがあそこへ飛び込んできてましたから、菅沢が落としたところもみきが走っていってそれを弾こうとした韓国のイムソンジュのヘディングがネットを揺らしました。韓国のフリーキックのチャンス、まあ、こういったあたりをねその勝つためにどういうふうにこう時間を使っていけるかっていうところもね試されると思いますね。先ほどオンゴールのイムソンジュが今中央付近ファーサイドにヘディングの強いチョ・ソヒョン8番のプレイヤー、ショが中に来てファーサイドスルパッチング、でしょうかこの後、まあ、山下がねこの後よく出たんですよね、はい、でこの後ですね、変化つけてきたりしますのでね、あの全員こう引くとペナルティースポットあたりがねマーク誰もいなくなるんでね、テクニックのあるチソヨン浮かせてきた、飛び込む、なんとか体を出していきました日本、またフリーで受けて意味は一人つく、切り返す、流れ、シュート、よく当てた、よく当てた、隅田ですか、ここもいい皆がいい位置で受けました、三宅がつこうとしましたが最後は隅田が体を入れていきました。ファーサイドに当てて一歩先に触った、さあラインをチャンスルギ ー、ここで試合終了、いや日本しのいで勝ちました、2対1、韓国を破って決勝進出、これで日本の銀メダル以上、日本がこのアジア大会で取るメダルは
金メダルか銀メダルということになりました。あ、最後よく耐えましたね。そうでしたね。相手もやっぱり必死できましたからね。お疲れ様です。まず今日の試合振り返っていただけますか。そうですね、本当に90分でしっかり勝ち切れたっていうのはチーム全員で目標に掲げてたんで良かったと思います。今日先発での出場になりましたが、どんな意気込みで入ったんでしょうか。そうですね、まあ何試合か出場して、でベトナムでの2得点しかちょっと上げてなかったんで、まずは自分でシュートっていう風に試合前考えて入って、でゲームの序盤で決められたので良かったんですけど、まあ、その後のチャンスをちょっと外してしまったんで、まあ、そこはちょっと反省点ですけど、まあしっかり2点目も絡めたんで良かったのかなと思います。先制点の場面はロングパス見えていても、あそこでいつからこう考えていたんでしょうか、ゴールは。そうですね、もう結構キーパーもちょっと前に出てたっていうのもありましたし、ディフェンスもディフェンスよりちょっと前に出れたんで、タイミングで打とうっていうのは何ですかね、ボールが抜けてからちょっと考えて、で打ったら入ったんで良かったなと思います。次いよいよ決勝です、意気込みをお願いします。本当にラストはチーム全員でまた勝てるように頑張りたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。